チャップ、こんにちは、豊さん。危ねえ、巨人ですね。危ないのは分かる分かります。いやー、ちょっと苦しいな。苦しいです、まあ、昨日の阪神戦も、はい、これああもう勝ったかなと思っていて、あ、上の DeNA と一緒にカープとの差を詰められるかなって思っていたら、うん、逆に阪神に逆転負けをして離されてきました。で、現在 3.5 ゲーム差、はい、2位の DeNA と、で残り9試合です。でその中で、はい、DeNA と4試合残ってるんだよね。残ってます、はい、うん、それで状態的に言えば DeNA の方がやっぱ状態的にはいいよ、うん、そうです、ね、うん、と思うし、はい、投手力とか、まあ、先発ピッチャーのね、うん、まあ、状態を考えるとそれはやっぱこう DeNA の方が有利かなっていうふうには思うよね。そうです。だから、まあ、菅野、戸郷、はい、まあ、山崎よりがなんか10勝できそうでできないし、はい、まあ、昨日のゲームでも8回でしょ。そうですね。でまたここに来て8回でしょ。間の8回です。でもうシーズンもう本当にもう10試合切っててまだ8回が決まらない。鬼の形相でやらなきゃいけない、はい、まあ、例えば中川とか大勢を抑えて考えてるかもわからないけども、前回こう負けはしなかったけど、はい、まあ、セーブに失敗したという時点で、まあ、状態的には投げれる状態にはなってるけど、はい、ダメだということになればやっぱ8回を使うとかはなかったのかなっていうような気はするけどな、まあ、昨日菊池投手8回で危ない状況の中で、はい、あそこでピッチャー交代はなかったかなとか、俺岡田監督だったら多分変えてると思うんだよね。そこ惜しげもなく行きますよね。惜しげもなく行くと思うんだよね、うん、だから、まあ、そういうところを考えると、まあ、成長を促してるのか選手のね、はい、まあ、そういうことは考えられてもちょっとやっぱ苦しいな。そうですね、その、うん、選手の若手の成長を促すその今状況かというと、まあ、ちょっと今違うけども、うん、ね、でもまあこういう生きたゲームであそこの修羅場をくぐり抜けないと一つの成長にはならないんだよね、うん、はい、ただクライマックスのことを考えたらもう全勝でいくぐらいの、うん、気持ちじゃないといけないし、はい、ちょっとやっぱこう辛いかなという感じがするよね。そうですよね。で、まあ、今日はまだ巨人の試合が残っているので巨人と、うん、そして1日休んで土曜日はカープと東京ドームで、で、うん、日月火と今度は、横浜スタジアムでその DeNA と戦うというところで、うん、で、30日土曜日は東京ドームで中日などが9月は残ってるんですけれども、やっぱね他も必死で戦ってるからいや必死で戦ってるよ、うん、必死で戦ってるけどやっぱりあそこからの1点差を守りきれないようでは、はい、やっぱクライマックスっていうのはちょっと苦しくなってきたかなっていう、そうですよね、いうふうに思うよね。で昨日なんかは俺も思ったんだけど、まあ、とにかく阪神に対してこうどういう戦いをするかなと思って、俺がシミュレーションしたのはやっぱ足技かなんかでやっぱこうやっていかなきゃいけないっていうふうに思ったんだけど、増田大輝を入れたよね、はい、で増田大輝が内野ゴロの間に梶谷 の, あのホームインした、はい、ここまではやっぱ大成功なんだよ、よし勝ち越したみたいな、まあと守ってそうですねピッチャーいや守りはもう総動員かけて、はい、これはできないことだけど一球一球変えたいぐらいだよ。本来ならそうですね。ファーストダイク取るのはお前みたいなピッチャー交代って、はい、いやそのぐらい最新にやっていかなきゃいけないのが、うん、菊池でよかったのかなっていうね、はい、でああいうふうな打ち込まれ方をしていくと精神状態もやっぱ圧迫感をものすごく感じてたし、はい、で山崎よりの10勝っていうことも ものすごい頭にあったと思うんだよね。で普通の精神状態じゃないはい、ようなところだったらもう変える方が良かったのかなっていうような、で昨日 の, 優勝のオリックス戦もそうだよ、はい、横山が投げてて、うん、ね、ツーアウト、はい、あと1人、そっからお前何点取られた、お前6点かなんか取られ た,、ね、取られたろ、はいはい、あれでもやっぱ変えないかんよ、そうですよね、いや杉本にヒット打たれた時点で交代だよ。そうです、いやだからやっぱね一つのタイミングを逸すると、はい、まあ、こういう流れになるというね、うん、だからそこら辺をやっぱ阪神は
その流れを渡さないように慎重に変えていってたんだよ、はい、だからそれが一つの優勝に、導いたと言ってもいいと思うんだけども、うん、やっぱ投げてるやっぱ精神状態、投げてる球はいいけど精神状態もそのピッチャーの状態を考えてあげた方がいいかなっていうような気はするけどね。そうですね、例えばああやって中継ぎで後ろでこうやってああいう場面で出てくるピッチャーの時っていうのはもちろん今大城選手、木澤選手ですけれども、例えば小林選手が出ていってリードするとか精神的に落ち着けるっていう手も一つとしてどうなんですかね。まあまあなくはないよな、うん、まあなくはないけども、でも今まで小林っていうのはほとんど出てなくて、はい、まあ大城がまあ 90%、岸田が 10% ぐらいじゃない、まあ、そうなってくるとやっぱ大城とか、うん、そういうふうな順番になってくるよね。だからまあ大城にかけてるんだろうけども、まあ、その大城が悪いっていうんじゃなくて、はい、ピッチャーやっぱ切羽詰まった状態でっていう、それと今年苦手意識がジャイアンツの中に、まあ、阪神とやるときにはあるというね、はい、その苦手意識っていうのはやっぱ切迫感すごく追い詰められた時にやっぱ力が発揮できてないからこういう圧倒的な差になってると思うんだよね、うん、そしたらやっぱ新鮮なピッチャー、はい、まあ、そういうものをこう出していく方が俺はいいような気はするけどね。山崎伊織と伊藤将司、これはやっぱり相当なしっかりした投げ合いに、ね、はなると思うよ。でやっぱシミュレーション的にも3対2、4対3、まあ、ここら辺がやっぱ想像できるんだよね、うん、もう接戦になるという。だからその1点を勝ち越すか守るか、うん、逆転されるのか守りきるのか、もうここの勝負だったと思うんだけど、はい、やっぱここをやっぱひっくり返されてるようではクライマックスシリーズっていうのはなかなか厳しいと思うよ。そうですよね、うん、ということは日程でいくと日月間のこの直接対決の DeNA 戦で、うん、これはもういけるかいけないかほぼ決まってくるっていう感じになる。まあだから日月かって言ったら山崎伊織が出てくるとか、はい、まあいろいろピッチャーがローテーション的には出てくると思うけども、はい、やっぱここ勝負だからね、うん、まあだけどやっぱ10勝してやらないとさ、はい、やっぱクライマックスここに勝たなきゃいけないっていうよりもやっぱ何回失敗したらもう5回目だろ失敗してるのが10勝に挑戦してそしたら今度次一つ一つプレッシャーがかかってくるっていうことを考えるとやっぱこうスタジアムで、スタジアムというか DeNA と戦うときにやっぱ相当プレッシャーがかかるよ。やっぱ勝たなきゃいけない、10勝はしたいとか、だから余計な付加価値、付加価値っていうか負荷がかかってくるから、だからまあそこら辺はやっぱこう昨日は勝ち切っとかないとやっぱもう苦しくなったよね。そうです、もう徳田原というか徳田原にかかと、うん、あれつくんじゃねえかみたいな押されてまあそんな感じだよ。いやそうですよね、もう一押しでもう終わるからね。いやそうですよ。いやいや、だからここまで戦ってきて3位になるのか、うん、4位で終わるのか、これは大きな差だよね。これじゃあ巨人がクライマックスシリーズに行けるにはどういう戦いとかどういうふうにすれば3位。いやもう負けないことだよ、もう戦いも何もない負けない、いやもうそれしかないんだよ。でね、阪神は昨日の戦いを見ていてジャイアンツには上がってきてほしくないっていう、うん、そんな感じは伺える。はい、うん、やっぱね怖いんだよ、ひとたびあの打線が火を吹けばさ、やっぱ結構な破壊力があるって。だから相手に嫌がられてるんだよ。でもああいう戦いでやっぱこう勝ち切っとくことによって阪神がやっぱジャイアンツが落ちていくと。で DeNA とも相性がいいし、でこの前は負けたけども、あの優勝してからはね、だけどこう気持ちが変わったらわからないし、あとはそのファイナルステージからしか当たらないですよね、当たらないから、どっちにしろね、それはジャイアンツの方が嫌だったと思うんだよ。だからここで叩いとけっていう、そうですね、うん、まあ、そういうことはあるんだよね、うん、多分岡田監督が春先に言ってたのはやっぱ最終的に接戦になるのは、まあ、DeNA か巨人かなって、まあ、最終的には巨人になるのかなっていうふうに、まあ、想像されてたんだよね岡田監督はね。まあ、その中でやっぱもうジャイアンツがああいう状態で今年相性がいいってもうここで落としとけみたいな、はい、まあ、そういうことは考えてると思うよ岡田監督だったら、うん、まあ、より慎重に、はい、行くにはやっぱジャイアンツは嫌だというふうな、ね、うん、うん、なんだでもなんかもう
じゃあ全部ここから勝ち切るしかないとなるとやっぱ投手陣の使い方としては、うん、まあ、先発はいいから中継ぎをもう惜しげなく危ないと思ったらそこで変えていくっていうのに変えていくっていう、だからね、ある程度計算立つっていうのはね、やっぱ戸郷、うん、で菅野、はい、で勝ちきれないけどな、なかなかな、はい、援護がないし、うん、であと山崎より、うん、あとビーディ、あ、ビーディ、そうですね、うん、この4人なんだよ、うん、この4人をだからあと9試合かなんかで、うん、やっぱもう中関係なく回していければどうかだよね。あとメンデス、あ、メンデスだ、ね、ビーディじゃない、メンデスだ、中ですね、ごめんごめん、ビーディ、あ、メンデス、メンデス、ビーディごめん、ね、メンデス、メンデスがやっぱある程度安定をしてる、うん、で勝てるんじゃないかという期待が持てるピッチャーなんだけども、はい、だからそこをもうあと2試合ずつ、うん、まあ、戸郷は3試合って言われてるけど、はい、そのぐらいでいけるかどうかだよ、うん、だから負けないということだ、そうです、ね、負けなかったらチャンスはあるよ、だって4つあるんだから4連勝してみ、うん、一気に今の数字はひっくり返るわけだから、そうですよね、うん、そしたらいけますから、だからもう本当首の皮1枚だよ、でも首の皮本読んだらさ、首の皮って意外と厚いんだって、そうなんですか、首の皮1枚っていうんだけど結構厚いものがあるという、あ、そうなんですね、うん、まあ、ちょっと本に書いてあったんだけどさだからあのまだ、うん、まだもうギリギリだな、ギリギリ、じゃあ、あと8回を大勢投手にして、例えば9回を、まあ、中川とか、うん、中川とかもうね、あの先発崩してもいいと思うんだよ、はい、だからその BD とか、うん、まあ、ああいう外国人全部後ろに固めておくとかさ、いいピッチャー もちろんだようん、うん、いやいや本当に、はい、だからそのぐらいにしないと、うん、もう先発はこのさっき挙げた、はい、まあ、戸郷、菅野、山崎よりメンデス、はい、この4人でいいと、あと今まで先発してた、まあ、赤星は今日投げるけども、はい、赤星も中に入れるっていうね、その後から、うん、そうした方が俺は絶対いいと思う、うん、そうですね、後ろが課題ですもんね、うん、だからそういう、あ、こうなんていうの、これは正解かもわからないけども、そういうファンっていうのは最後まで戦い抜くというそういう姿を見たいわけじゃない、だからそういう姿を見てみたいな、そうですよね、最後まで、うん、こう綺麗にローテーション通り回るえ、な、何みたいな、そうですよ、そうじゃなくて、うん、やっぱそのもがきを見たい、みんな、うん、そのもがいてる姿を見て DeNA がいや、こっちももがかなきゃっていう、うん、最後のもがきをこうみんなファンは楽しみにしてるしね、そうですよね、イレギュラーでもいいので、うん、あと打つ方では豊さん、こうした方がいいとか打順だったりとか打線とか攻撃面ではどうですか、足の速い選手、はい、これをだから、まあ、スタジアム、あの球場によって違うんだよ、だから東京ドームとか横浜スタジアム、これはホームランの出やすい球場だから、やっぱある程度ホームランが打てるバッターをもう並べてもいいと思うんだよ、はい、ただ甲子園だとか、甲子園はもうないのかな、甲子園は、そうですね、もうないですね、はい、ないよね、はい、でバンテリンはあるのか、いや、中日戦も東京ドームだろですね、はい、いやそしたら、うん、もう足というよりもあのなんていうのホームランを打てるバッター、はい、もうそこにジャイアンツの野球にかけるしかないよね、うんうん、だからもうそこら辺をもう並べる とか、あ、昨日は甲子園だったから、はい、あの足の速い選手をある程度優遇して使っていった、うん、まあ、左ということもあるし、うん、増田大輝を思い切って抜擢してみたいな、これはもう全然ヒットだと思うんだけども、ホームランが出ないと思えば、うん、いやこれはもう苦しいとか、ピッチャーによってね、はい、非本塁打数が少ないとか、そうしたらもう足の速いやつをとにかく差し込んでいっとくという、うん、だから渋滞を起こさない、1本のヒットで1点取るとか、はい、2本のヒットで確実に1点取るとか、うん、まあ、そういう野球をやっていかないと、うん、やっぱもう追いつかないよ、そうですね、うん、首の側は熱いけどね、熱いけどもうブランブランの状態だから、いやそうですよね、うん、いや本当残り9試合、まあ、DeNA も9試合で巨人も9試合ですけれども、はい、同じ9試合でも全く意味の違う9試合なので、そこはもう巨人は本当にあの死に物狂いというか、あがきというか、そうもがきというか、いやそれ試合とね、うん、だからあと4つ直接が残ってるっていうのが救いだよ、はい、ですね、3.5 だろ、 3.5 です、うん、だから4連勝してやっとひっくり返るわけだからさ、そうですね、 DeNA とすれば1つ勝ちゃいいっていうの感じだから、あとで数字的にはものすごく苦しいよ巨人は、はい、だけどチャンスが残されてる限り、うん、
やっぱ諦めないでほしいしね。はい、そうですよね、うん、で最後の最後の試合が DeNA と巨人、東京ドームである試合がお互いに最後なので、できればここまでもつれてほしいです。そこレジェンドシーズンに行くんだよ。行くんですか。じゃあよりねエキサイティングな。もう喋ってる場合じゃないよ、うん、もう見とれてるよね。そう、そういう試合になってほしいですよね。そうこの試合で勝った方が A クラスっていう。まあな、うん、いやでもその前に DeNA が2位になってる可能性だ。それも十分あるんですよね。そしたら広島との戦いになってるかも。確かに。そしたら関係なくなるよ。これはね、そうですけれども、はい、いやもう巨人にとっては本当に一つも落とせない試合が続きますけれども。まあ今年の状態からしてこれから9連勝、はい、これは難しいだろうけどね、うんうん、だけど最後の意地というかさ、はい、巨人のプライドというかさ、うん、まあそういうものがあるんだったらもう頑張ってほしいと思う。まあ、やっぱもう9連勝狙ってると思うね。そうですよね、うんうん、最後まで。まあね、だから最後のファンに対して、はい、あがきを見せてほしいな。そうですね、うん、はい。